ばんは、おみやです。今日はですね、2021年9月の総集編をお届けします。では、どうぞ。まず最初は、栃木市にあるマルシェ岩船さんでお弁当を買ってきました。一年を通してフルーツ狩りが楽しめ、フルーツパーク内にあるマルシェ岩船さん。レストランやお惣菜、野菜などが売っています。1キロ弁当が売っているということでやってきたんですけれども、店内に置いてなければお店の方に言えば作ってもらえるとのことです。はい、ということでね、買ってまいりました。1キロ弁当。いや、ご飯がすごい詰まってますね。早速ね、開けたいと思います。はい、1キロ弁当なんですけれども、こういった感じで、とんかつ、ポテトフライ、ナポリタンに唐揚げ、ひじきが入ってますね。そして梅干しの乗ったご飯、すごい詰まってますね。ではね、早速食べていきたいと思います。いただきます。まずね、唐揚げなんですけれども、5つ入ってますね。唐揚げからいただきたいと思います。いや、あっさりしながらも、しっかりと味がついてますね。衣にもしっかりとね、味がついてるんで、ご飯が進みますね。続いてね、とんかつ行ってみたいと思います。さあ、こういった感じになってますね。とんかつを食べるシーン、アップにしたままだったので、後半のとんかつを食べる画像と差し替えています。すみません。シンプルに美味しいですね。お弁当なんで、ちょっとね、冷めて、衣から嫌な油が出てないんですよね。しっとりとしつつもね、衣のサクサク感が程よく残ってるんですよね。そしてポテト。ポテトめっちゃうまいです。いい感じの海苔塩でね、すごい柔らかくてホクホクしてますよ。このポテトマジでうまいっす。さあ、ナポリタンですけれども、結構ボリュームあるっすよ、これ。めっちゃコクがありますね。酸味は少なめなんで、すごく食べやすいですね。というか、ご飯がこんなびっちり詰まって、なかなか減らないです。いや、本当にね、このお弁当、大きくてうまいですね。まさにね、プロレスラーでいうところのジョン・テンタといったところでしょうか。ちなみに、ジョン・テンタとは、元大相撲力士で、元プロレスラーの外国人です。ああ、でも結構唐揚げ甘みを感じられますね。いや、ほんとズドンってきますね。オクラホマスタンピートのようにズドンときますね。完食です。ごちそうさまでした。続きまして、鹿沼市にあるおにぎり屋番匠さんでテイクアウトしてきました。土日のみの営業で、工務店のライフハウスさんの建物の1階にあります。商品を選んでレジでお会計するシステムで、唐揚げやポテト、卵焼きやエビマヨ、ライスコロッケなどのお惣菜類、いろいろな種類のおにぎりがあります。並んでいない商品はお店の方に言えば握ってもらえます。はい、というわけでね、買ってまいりました。持ち帰ってる時、車の中で海苔のね、いい香りがね、漂って、もうね、お腹ペコペコです。ではね、早速食べていきたいと思います。いただきます。いただきます。ジャパニーズプロレスリング。さあ、まずはおはるさんの高菜のおにぎりから。こんな感じで、お中身はこんな感じになっています。おいしい。シャキシャキしてて、なんかいいしょっぱみというか、ちょうどよくて、海苔とも相性が美味しいです。シャキシャキして、ごまの風味がよく、ほのかな酸味があり、あっさりした味わいです。ではね、私の焼き酒を食べていきたいと思います。さあ、こういった感じになってますね。では、結構入ってる。うん、そうだね、すごい。まずね、ご飯がふっくらしてますね。そしてこの、ほのかな、海苔の香り。でですね、おにぎり自体の塩気がね、ちょっと控えめな感じなので、鮭がね、いい感じで引き立ちますね。豚汁の具材は、大根、人参、こんにゃく、豚肉、ごぼう、油揚げが入っています。こちらもね、あっさり系の味噌汁ですね。しかしながらに、しっかりとこう、出汁が効いているので、旨味がすごいね、凝縮されてます。あっさりしてるんですけれども、薄いとかそういうわけではなく、しっかりとした旨味が詰まってます。ということで、ツナマヨのおにぎりをいきたいと思います。さあ、ツナマヨは、こういった感じになってます。
結構ね、キメの細かいツナで、見た感じのマヨ感はないんですけれども、食べてみると、いい感じの、程よい感じのマヨネーズがね、追いかけてきますね。あ、すいません、豚汁兄さん、挨拶を送りました。豚汁兄さん、チワスチワス、ドメジョの行こう。劇場が、なりパン劇場なら、お宮劇場が始まった。中は、こういった感じになってますね。私の中でね、大当たりです。明太子の味がグッとくるんですよ。そこにね、クリームチーズがね、結構クリームチーズの味って強いじゃないですか。なんですけれども、クリームチーズが明太子をサポートする形で、いい感じでね、しっかりとクリームのチーズの味がするんですけれども、主張しすぎてない。この明太子とおにぎりを引き立ててる感じ。これはね、素晴らしいですね。私は大好きですね。万象さんだけに万歳三章したくなる味ね。そういえば、万象さんの駐車場なんですけれども、お店の目の前とお店の目の前のアパートの駐車場で旗が立っているところが専用駐車場となっています。万歳三章ならぬ万歳万象といったところでしょうかね。完食です。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。万象さんのおにぎりを食べて万歳万歳。波動拳波動拳タイガータイガー。小山市にあるとんかつ炭酸に行ってきました。柔らかいお肉とアジフライが人気ということで、早速店内に入っていきます。さあやってまいりました。エビヒレアジフライ定食の到着です。小鉢が3種類に味噌汁先輩がついてきます。いただきます。さあまずはヒレカツを岩塩でいただきたいと思います。お肉がとても柔らかです。しっかりとした肉の旨味、そして衣がサクサク、岩塩がとてもねキリッとした味わいで味を引き締めてくれます。ご主人がお肉を叩いている音がしっかりと聞こえてきます。アブドーラザブッチャーを彷彿とさせますね。さあそしてアジフライなんですけれども、ふわふわのアジフライです。鮮度の良さがはっきり分かり、味の味が口いっぱいに広がります。小鉢のキャベツのごま和え、ひじきの煮物に漬物、いい箸休めになり、小鉢健太のチョップラリアットスープレックスのようです。小鉢健太なんちゃって。さあそして味噌汁先輩ですが、先輩チワス。味噌汁先輩の具材ですけれども、大根人参豆腐です。味噌汁というよりかはけんちん汁の風味です。しっかりとした出汁に醤油のいい風味がします。エビフライなんですけれども、とても大きいです。プリプリではなく、この弾力があるブルンブルンとした感じです。そしてとんかつソースは風味がよく、主張しすぎず揚げ物をいい感じでサポートしてくれます。というかご飯が全然減りません。このキャベツがふわふわしてさっぱりしているので、いい感じに口の中をリセットしてくれます。ヒレカツ最後の一切れは肉の旨味を引き立てて味を引き締めてくれる岩塩とともにいただきます。ヒレカツに岩塩、まさに広斎藤の岩石のような戦闘音のようなうまさと破壊力です。ヒレ斎藤なんちゃって。完食です。ごちそうさまでした。最後に大盛りご飯だと思っていたご飯が、大盛りじゃなかったですよね。なんか普通盛りでした。ちなみに大盛りになるととてつもない量になるそうです。店員さんの接客対応もとてもしっかりしていました。続きまして、羽賀町にある親父のハンバーグさんに行ってきました。はい、こちらですね。こちらね、私のマックス弁当、早速ね開けていきたいと思います。さあこういった感じでね、はい、ハンバーグに天使のエビフライ、ステーキ、ポテトです。そしてメンチカツです。いただきます。まずはね、ハンバーグからいきたいと思います。さあ、こういった感じになります。おお。あ、これは贅沢ですね。とてもね、肉肉しいんですよ。そしてペッパーのいい風味が広がって、このね、デミグラスソースが結構ね、コクがすごいんですけれども、あっさりしてて、肉の味をすごく引き立ててますね。肉の旨味もギュッと詰まってますね。
牛だけに。まさにね、親父のハンバーグ、天竜源一郎が53歳の時に編み出した53歳のような破壊力があります。ちなみに53歳とは、対空時間の短い垂直落下式ブレンバスターのことです。さあ、そして黒毛和牛のサイコロステーキ。結構分厚いですよ、これ。これ、贅沢よ。黒毛和牛のサイコロステーキですけど、もうほんと和牛、和牛ですよ。脂の甘み、赤身の旨み、ほんとに程よい感じなんですよ。このオニオンソースもあっさりしてるので、肉の旨みを邪魔しないような、そんなソースですね。いや、美味しい。通盛りのご飯なんですけれども、結構ね、びっちり入ってますよ。ただね、このおかずたちが美味しすぎてちょっとね、足りないかもしんないですね。この天使のエビ、でかいですね。この頭の部分の香ばしさがたまんないですね。身もね、こうプルプルしてて甘みを感じられて、そしてね、このタルタルソースがね、キリッとしてすごい引き締める感じですね。結構ね、マヨ感が強いタルタルソースですね。この黒毛和牛のサイコロステーキがね、武藤敬司やね、蝶野正弘、長州力などといったね、親父たちがね、プロレスの知名度を上げてくれるといった感じですね。うまさとテクニックをね、兼ね揃えたといった感じです。そしてね、この天使のエビフライ、弾けるような美味しさ、橋本大地のようにね、親父を抜いていってほしいですね。ハガメンチなんですけれども、ソースがついてくるんですけれども、そのままいただきたいと思います。断面はこういった感じになってますね。ソースつけなくても全然うまい。優しい味わい、お肉の優しい味わいと、このね、キャベツと玉ねぎの優しい甘み。あー、これ美味しいです。後からね、肉の旨みが追いかけてきます。さあ、おはるさんの親父のハンバーグ。ハンバーグと、かぼちゃ、まいたけ、ピーマンの天ぷら。ポテト、新生姜が入っています。いただきます。おい、おみやら。和風オニオンソースのかかったハンバーグですが、うん、もう玉ねぎの甘さというか、玉ねぎと相性いいね。結構さっぱりうん、さっぱりいつまでたっても食レポが甘くならん。なんかやっぱ肉しいよね、やっぱり。うん、この良い弾力があって。そしておはるさんにサイコロステーキとデミグラスハンバーグを強奪されました。うん、おいしいね。ご飯が欲しいね。うん、ご飯進むね。うん、天ぷらは素材の旨味がしっかりとした天ぷらです。甘くて美味しい。しっとりしてるけど、ところどころサクサク感も残りつつみたいな。お弁当ならではって感じだね。そうそう、お弁当感のある。なんだ、あれですね。いただきます、おみやさんの。こっちも美味しいね。やっぱり肉しくて。でも案外こっちのが好き。あ、でも、うん、結構、うん、玉ねぎがなんか、多分、なんだ、肉が肉しいから、肉しいから、結構、さっぱりしてていいかもしれない、玉ねぎの方が。私も、おはるさんのハンバーグを一口いただきました。甘みのあるソースなのかな？結構、肉しさを引き立ててる感じじゃない？うん。うん。長州力が、藤波、お前、俺はお前のかませ犬じゃないって言ったような感じだね。おはるさん、相当親父のハンバーグさんのハンバーグを気に入ったようです。メンチカツも衣がサクサクしててとても美味しいわね。そういえば親父のハンバーグさんの駐車場なんですけれども、お店の目の前に専用駐車場があります。親父のハンバーグさん、インスタグラムやツイッター、 YouTube などの SNS で色々と発信しているので、ぜひフォロー、チャンネル登録よろしくお願いします。もちろん私たちの YouTube や SNS もチャンネル登録、フォローよろしくお願いしますね。贅沢な気分で大変美味しかったです。完食です。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。和牛でワイルドな気分で、おみゃーにウエスタンラリアットを食らわせたい気分ね。ウィー。続きまして、宇都宮市にあります東方飯店さんに行ってきました。チャーハンが人気のお店ということで、早速店内に入っていきます。さあ、やってまいりました。広東麺に鶏の唐揚げ、ライス小に、チャーハン、おっぱいチャーハンと呼ばれているそうです。卵スープがついてきます。いただきます。チャーハンなんですけれども、一人前のチャーハンが2つ並んでいます。具材はシンプルに、チャーシュー、ネギ、卵です。美味しい。醤油の香りが香ばしく
て、あ、ご飯もすごくパラパラしててすごく美味しいです。パラパラしてシンプルであっさり、コクと旨味のあるチャーハンです。断面はこのエアーズロックのような感じですね。東方飯店さんのチャーハン、まさに日向小次郎くんと沢田武志くんの放つ東方ツインシュートのようなチャーハンです。チャーハンについてくる卵スープはとてもあっさりしています。唐揚げなんですけれども、美味しい。サクサクしててジューシーで、味もすごいしっかりついてて美味しいです。関東麺なんですけれども、具材は豚肉、かまぼこ、白菜、ピーマン、ネギ、タケノコ、人参、キクラゲ、椎茸と、とても具沢山です。コクがあり程よいオイスター感のあるあんかけに、甘みの効いた醤油スープに野菜の旨味が出て、後味もすっきりしてます。麺は細ストレート麺です。絶対熱い、絶対熱い。あんが麺にしっかり絡みつきます。とても熱々です。あんあん、ボリュームもあり、まさに東方学園若島津県の政権ディフェンスのような破壊力のあるボリュームです。そして攻めの若島津と言わんばかりに、あんをご飯にのせていただきました。中華丼の味わいで楽しむことができます。唐揚げもカリッとジューシーで、グレート歌舞伎の東洋の神秘ならぬ東方の神秘といったところでしょうか。グラマラスで魅力的なチャーハンで、大変美味しく、なりぱんくんあっさり完食です。大変満足しました。完食です。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。続きまして、上三川町にあります青木鮮魚店さんに行ってきました。現在は引退されてしまったためにお店は開いていないのでご注意ください。行列ができる人気の魚屋さんで、店内はこのようになっています。お刺身の盛り合わせですね、2,000円分、ネギトロとポテトサラダですね。ではね、早速開けていきたいと思います。さあ、こういった感じになります。まずネギトロ、そしてポテトサラダにお刺身の盛り合わせなんですけれども、こういった感じでハマチやイカ、エビ、マグロ、バチマグロなどが入っています。わさびもね、ついてきます。2000円ですごいボリュームです。刺身の下にはツマがいっぱい敷いてあります。あ、刺身のツマではなくおはるさんですね。どうなのか、違う、どっちか、違うだろうのがいいのか。ということでね、早速食べていきたいと思います。いただきます。いただきます。甘エビがため、まずおはるさん、お酒を準備してイカの刺身を食べていきます。ボタイがすごい、なんか弾力がある感じというか、味もうんうんして美味しいという。次にマグロの刺身、ふふしちゃいそう。美味しい。食感は良い感じというか、噛むと溶けるみたいな柔らかい感じです。そして小サイズとは思えないほどの山盛りのネギトロ。うん、美味しいね。あっさり、あっさり、うん、食べやすいね。癖とか臭みはなくて。確かにネギトロ丼に良さそうかも。じゃあ私もね、食べていきたいと思うんですけれども、ででん、自分で海鮮丼を作りたいと思います。こんな感じで。でですね、ネギトロもね、こんなに乗せたんですけれども、まだまだあります。そして、盛り合わせもまだまだあります。さあ、まずは、この分厚いマグロ。口に入れた瞬間のこの新鮮さ。そしてね、分厚くて、いや、本当にね、おはるさんの言ってたように変な臭みがないんですよ。それでいながら、しっかりと味があるんですけれども、あっさりしてるんだよね。嫌な後味が残らない。マジうまいっす。そして、ホッキ貝。このホッキ貝、弾力と甘みがすごいです。そして、ネギトロ。ネギトロではありません。ネギトロです。ご飯足りなくなるね、これね。すごい。とろける。これはうまいっすよ。そして、ハマチですね。ハウマッチ。これも分厚い。
あ、これもね、コリコリして旨味が強い。あ、そしてエビですね。あ、うまい。甘い。やばい、超甘い。超甘い。超甘い。マジ甘い。甘いっす。こう、プルンと溶けて、口の中に甘みがめっちゃ広がります。あ、うめえ。じゃあ、ポテトサラダいきたいと思います。確かに美味しいかも。人気なのはわかるかも。どちらかといったら素材の味を生かしてる感じかな。そんなにマヨネーズ感が多すぎるわけじゃなくて、じゃがいものホクホク感というか、じゃがいもの味がすごいする気がする。このポテトサラダ、おはるさん相当気に入ったようで、ほとんど食べ尽くされました。おみゃーには逆エビ固めならぬ甘エビ固めを食らわせちゃおうかしらね。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。プロレスラーの皆さん、甘エビ固めと生エビ固めの新技開発をよろしくお願いします。続きまして、宇都宮市にある三和さんに行ってきました。東京にある煮干しラーメンの超人気名店、いぶきさんのお弟子さんのお店です。さあやってまいりました。三段仕込みの淡麗煮干しそばに濃厚煮干しそば、炊き込みご飯の到着です。いただきます。いただきます。さあ濃厚煮干しそばなんですけれども、具材は海苔、チャーシュー、青ネギ、玉ねぎが入っています。おすごい、煮干しが。すごい濃厚で、いやもうこれもう口の中も一瞬で煮干しになりますね。煮干しの香りがすっごいファーってきます。麺は低加水の細ストレート麺です。麺にとても絡みます。濃厚ながらも食べやすく、旨味全開です。まさに猪木イズムならぬいぶきイズムです。バカ野郎。そしてチャーシューの入った炊き込みご飯、口の中に入れた瞬間に炊き込みご飯の香りがすごい口の中に入って、す鼻の中からふんって抜けていく感じがします。すごく美味しい。味も香りも楽しめる、すごいいい一杯だと思います。三段仕込みの淡麗煮干しそばなんですけれども、こちらも海苔、チャーシュー、青ネギ、玉ねぎが入っています。キリッとした味わいで、口に入れた瞬間煮干しの風味が広がります。淡麗も濃厚も嫌なえぐみ、苦味がなく、塩分もちょうど良いです。煮干しの旨味が口の中で元気いっぱいに泳いでいます。元気ですか。チャーシューは低温調理された豚ロースです。通常は2枚入っていて、トッピングで6枚入っています。一口食べて待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 て状態です。厚みがあるのにとても柔らかで、そして香ばしく、肉の旨味がギュッと閉じ込められています。赤身だけの部分と、トロトロとした油がついた部分の2種類入っています。まさに飛龍革命といったところでしょうか。すごい濃厚、ガツンギョーザ濃いけど、なんかサーサーして飲みやすいし、入れるたびに入れるたびにもう煮干しの麺に魚粉がね流れ込んでくる感じがしますね。間玉ですが、鶏フレークに玉ねぎ、青ネギが入っています。まずはよく混ぜて一口、あっさりとした返しに煮干し油がいい仕事をしていますね。白醤油でカスタムして、旨味の効いた白醤油でしっかり味をまとめてくれます。私かなり好みです。そして煮干し酢を入れて食べてみます。さらに味が変化して、いい感じの酸味でさっぱり食べられます。最後はスープと絡めていただき完食です。撮影した2週間後にまたお邪魔させていただいて、中華そばをいただいたんですけれども、こちらもあっさりして大変美味しかったです。そして和え玉に生卵をつけていただきましたが、卵のまろやかさと煮干しの風味がマッチして最高でした。闘魂注入されました。ごちそうさまでした。最後は日光市にある笑顔さんに行ってきました。青森の郷土料理と沖縄のサンゴコーヒーがいただけるお店です。まずはホタテの貝焼きが到着して、火を点火して温まったところで卵を入れていきます。
割る前の卵に可愛い絵が描いてあり、お春さんのテンションも上がってました。私のつるあらめ昆布定食の到着です。いろいろな種類の野菜につるあらめ昆布、ご飯に味噌汁先輩、いただきます。まずこのつるあらめ昆布をご飯にのせて、磯の香りが口いっぱいに広がり、しっかりとしただし醤油で味付けされていて、昆布の旨味でご飯が止まりません。青天の霹靂は程よい粘りといい甘みで、ご飯の炊き方も絶妙でうみゃーです。おはるさんのホタテ貝焼きが食べ頃になりました。いただきます。デビルまさみ。具材はホタテ、ウニ、ニラ、キノコ、卵が入っています。ホタテの旨味と風味、そして味噌とニラの風味がよく、そこに卵のまろやかさが加わって、これもご飯がどんどん進みます。まさにスーパーヒールデビルまさみのファイヤーバレーのような破壊力です。ネギ味噌がついてきたんですけれども、こちらもね、味噌の旨味と程よい塩味で、こちらもご飯がどんどん進みます。この昆布のぬるとろ具合、2006年大晦日の桜庭和志対秋山義弘のぬるぬる事件とは違って後味は最高です。というわけで、ご飯のおかわりをしている間に味噌汁先輩します。味噌汁先輩の具材ですが、油揚げ、ネギ、豆腐の味噌汁です。キリッとした味わいでちょうどいい濃さです。出汁をしっかり感じられます。この野菜たちなんですけれども、とても優しい味わいで、私個人といたしましては、この大根の煮物がとろっとろでとても感動しました。おはるさんはこの豆がとても気に入ったようです。サラダなんですけれども、手作りドレッシングで和風野菜ドレッシングとすりおろし野菜ドレッシングの2種類あります。このドレッシングが大変美味しく、和風野菜ドレッシングは甘じょっぱく、すりおろし野菜ドレッシングは野菜の甘みと程よいしょっぱさで大変うみゃです。そして炊きたてのご飯のおかわりが到着です。とにかくこのご飯うみゃです。食後の映像になりますが、思わず笑顔になっちゃいますね。青天の霹靂だけに、資格は下心といったところでしょうか。おみゃーが言っているのは青天の霹靂ではなく、青い霹靂じゃないかしらね。TM レボリューションの。そういえば、笑顔さんの駐車場なんですけれども、お店の目の前に専用駐車場があります。おみゃーは、いぶしこうたのような爽やかな笑顔と自分で言っていたが、私には、いぶしこうたではなく、いぶし銀の木戸修のように見えるわね。そんなおはるさんの笑顔は、スーパーヒールデビルまさみのような悪巧みの笑顔ですね。今はプロレスラーではなくて漬物屋のおばちゃんね。ご飯のおかわり無料で、おかずもいっぱいで大変満足しました。食後にサンゴコーヒーと石チョコをいただきました。サンゴコーヒーはすっきりまろやかで深みがあり飲みやすいです。石チョコはザクザクした食感でミルクチョコレートのような味わいです。これは止まらなくなります。大変満足しました。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。シーサーと見せかけて何をやるか皆さんもお分かりですよね。タイガー、タイガー。はい、といったわけで2021年9月の総集編をお届けしました。そして今回も素敵なコメントをいただいております。おみゃーさんは世界で一番こたつの似合う YouTuber ですね、ということなんですけれども、実は私よりもおはるさんが似合うということで、おはるさんはこたつでダメダメになっちゃいます。詳しくはおはるさんに聞いてください、といったわけで、他にも栃木県内の飲食店の動画を上げてますので、そちらもご視聴チャンネル登録よろしくお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。ではバイバーイ。